ラドルフ・フレデリック・パウシュはアメリカ合衆国にあるカーネギー・メロン大学の就寝教授。専門はコンピュータ科学やマンマシンインターフェースである。2007年9月18日にパウシュはカーネギー・メロン大学で最後の授業、子供時代に抱いた夢の実現という明るいタイトルの講義を行った。2008年7月25日に 水岸からの合併症でバージニア州にある自宅で家族に見守られながら亡くなった。パウシュはメリーランド州ボルチモアで生まれ同州コロンビアで育った。オークランドミルズ高校を卒業し1982年5月にはブラウン大学でコンピューター科学学士号を取得。1988年8月にはカーネギーメロン大学で コンピュータ科学博士号を取得した。2006年9月に自身が水眼の末期症状にあることを知り、医師からは余命3ヶ月から6ヶ月と診断されていた。パウシュは2007年9月18日、母校のカーネギーメロン大学で最後の授業、子供時代に抱いた夢の実現という名の講義を行った。最後の授業とは、 同大で行われる特別講義シリーズの名称で、教授らが、もし死ぬことが分かっていたらという過程のもとに教弁を取るものである。この時、彼は、末期がんで、同大は、特別講義シリーズの名称を、ジャーニーズに変更。パウシュは講義の中で、この名称変更に言及する。この講義は撮影され、YouTube やイツネスにアップロードされたほか、メディアに取り上げられ、 書籍化もされた。カーネギーメロン大学が管理し、同大ウェブサイトで DVD の販売も行う。その後、ジェフリー・ザ・スロートの教著、最後の授業僕の命があるうちに、お発表、ニューヨークタイムズに取り上げられるほどのベストセラーになった。講義の最後には、この講義は、今この行動にいる皆さんに向けたものではありません。本当は、 私の子供たちに向けたものなのですと締めくくった。カーネギーメロン大学学長のジャレッド・コーンは、パウシュの人間性について感情的に語り、大学と教育への彼の貢献を驚くべき素晴らしいと言った。その後、カーネギーメロン大学は、パウシュにちなんで、カーネギーメロン大学の新しいコンピュータサイエンスの建物と芸術センターを接続する。 歩道橋を建設し、名前をつけることで、パウシュの世界への影響を祝うことを発表した。ブラウン大学教授のアンドリーズ・バンダムは、パウシュの最後の講義に続いて、彼の勇気とリーダーシップを称賛し、彼を、ロールモデルと呼んで、涙を流し、熱烈なスピーチをした。ランディ・パウシュ記念歩道橋は2009年10月30日に、完成し、ジャイ、ディラン、ローガン、 クロエパウシェがリボンを切った。ありがとうございます。